クルトベルナー・ブレントルはドイツの軍人。最終階級は空軍少佐。第二次世界大戦では、総出撃回数700回以上、総撃追数180機を記録したエースパイロットとして知られており、その先行から白洋付き私鉄十字章を受章した。ブレントルは1912年1月19日にドイツ帝国ビュルテンベルク王国ルートビヒスブルクに生まれた。 父は精密工学のマイスターであったため、彼は学生時代に父の手術器具製造会社を手伝っていた。ブレントルは1935年12月10日にドイツ空軍へ志願し入隊。新人教育課程を経た後1936年12月1日に予備役将尉へ昇進した。晴れで航空従事者となった彼は操縦教官として150人もの行進の指導に。 当たった。そのため正式に軍のパイロットとなる前であったにも、かかわらず、彼の飛行時間は6000時間から8000時間にも達している。1937年前半、ブレントルには空軍パイロットとしての試験が課せられ、同年代134戦闘航空団、ホルストベッセルに入団、本格的にパイロットとしての訓練を開始した。 1939年2月1日には、第22空軍訓練連隊に移動し、予備役を抜けた。1939年6月1日に、中尉へ昇進し、第53戦闘航空団、第4飛行中隊へ配属された。ブレントルが登場していたものと、同じメッサーシミット BF-109。1939年9月1日、第二次世界大戦が勃発した。 ブレントルは1940年4月20日に二級鉄十字章を受章し、直後フランス侵攻に参戦。スダン南部でフランス空軍の戦闘機 MS-406 を撃墜始発戦果を挙げた。5月26日、彼が登場していた BF-109 が DU-17 と衝突し、彼は負傷した。ハイデルベルクの陸軍病院で治療するため、フランス戦線を離脱したが、 彼は離脱するまでに MS406 含め2機の撃墜を記録している。1940年8月11日、復帰したブレントルはバトル・オブ・ブリテンに参戦し、イギリス空軍と戦火を交えた。8月26日には、第53戦闘航空団第5飛行中隊の指揮を取るようになった。9月3日、4機撃墜により急鉄十字章を、 受賞している。9月15日に第5飛行中隊中隊長となった、彼はさらに撃墜数を伸ばし、1941年5月5日に、銀賞、6月7日には、金明の空軍前線飛行賞を受賞した。6月8日、ブレントルの部隊は北ドイツイエファーのマンヘムザントホーフェン飛行場へ移動した。彼の部隊は主に東側の出撃を担当しており、 一部の集団は東プロイセンまで移動している。6月22日のバルバロッサ作戦発動によりソビエト連邦との戦端が開かれると彼はソビエトへ出撃し1941年10月末までに合計28機の撃墜を記録した。しかしブレントルは10月いっぱいで再び西部戦線へ戻されレイワーワルデンに拠点を置いた。 これはドイツによる地中海の戦い介入を目論んでのことである。小味噌飛行場を本拠地としてマルタ包囲戦に参戦した彼はイギリス空軍と激闘を繰り返した。その選考により1942年2月25日にドイツ十字賞金賞を受賞、4日後には大象審を果たした。飛行隊長1942年5月1日、ブレントルは 第3戦闘航空団、第2飛行隊飛行隊長に就任したが、前任のカール・ハインツ・クラールは4月14日に戦死したため、急遽彼が当てられることとなった。5月18日に東部戦線に戻されたが、ケルチ半島の戦いには間に合わなかった。そのため、タ軍集団の左翼として、ハリコフのチュグエフにある飛行場に拠点を置いた。 5月20日に彼はソ連の偵察爆撃機 R-5 を撃墜したが、これは彼が東部戦線に戻ってから初の戦火であり、第2飛行隊にとっても東部戦線初の撃墜であった。この撃墜をもって彼は合計36機撃墜を記録している。7月1日には49機撃墜を叩えて、騎士鉄十字章が送られた。また彼はこの日に、 ソ連の攻撃機ナス -2 などを撃墜し、合計53機撃墜へと記録を塗り替えている。この後も、ブレントルは記録を伸ばし続け、7月8日に3機撃墜、7月10日に、さらに3機撃墜、7月16日には4機を撃墜している。また7月26日には5機を撃墜し、1日でエースパイロットとなった。 しかし直後にまた1日でご機撃墜を達成している。8月23日には、総撃追数が102機となり、ドイツ空軍17人目の総撃追数100機超えのエースパイロットとなった。この選考により8月27日に、白洋付騎士鉄十字章を受章したが、授与はアドルフ・ヒトラー時期時期によるものであった。ブレントルは年月日に、 詳細昇進した。4月29日には、総撃追数135機を記録している。クルスクの戦いに際しては初日で5機撃墜し、総撃追数は151機となった。また、彼の第2飛行隊はこの戦いで77機撃墜したが、7月12日に撃墜した航空機が、この飛行隊にとって対戦通じて2000機目の撃墜であった。 先日1943年8月上旬、ブレントルの第2飛行隊は、ドイツ本国防衛のため再び西部戦線へ、配置外となった。1ヶ月ほど来たドイツで訓練をした後、9月12日にアムステルダム近郊のスキポール飛行場に到着した。11月3日、彼はビルヘルムスハーフェンへ向かうアメリカの戦略爆撃機 B-17 を発見し、 護衛についていたアメリカの戦闘機 P-47 を2機撃墜した。しかしその後彼はアムステルダム西部で撃墜され戦死した。第2飛行隊を攻撃してきたアメリカの爆撃機 B-26 を迎撃するため出撃している最中であった。おそらくはカナダ空軍のロイド・チャドバーンによって撃墜されたものと考えられている。彼の遺体は アムステルダムの英雄墓地に埋葬されたが、戦後、イッセルスタインへ移されている。ありがとうございます。